さて、やっていきますか。前回コアとなる機能を作って、この実行ボタンを押すことで、多角形ポリゴンを見つけ出すっていうことができるようにしたわけですが、今回はね、専用の UI を作ります。N キーを押して出てくるこちらの画面、ここにね、専用のタブを作って、こちらの方にね、UI を作って、このコードが実行できるようにしていきましょう。まあ、今回がね、まあ、一番大変というか、まあ大変といってもね、ちょっとめんどくさいくらいです。まあ、なるべくね、簡単にできるように解説していきますんで、よろしくお願いします。さあ、じゃあ今回もね、テンプレートの中からちょうどいいのを選んでいきましょう。UI パネルシンプルっていうのがあるので、これを選んでください。そうすると、こんな感じのコードが出てきます。これについてちょっと解説していきます。まずこの塊がね、どんな UI を作るのかっていう定義が書かれたクラスになりますね。で、このレジスターとアンレジスターの方は、今この UI を定義したクラス、こういうのを使いますよっていうのをブレンダー側に教えてあげるのが、まあ、レジスターで、逆にもう使いませんよっていう風に宣言するのが、このアンレジスターの方ですね。で、最後、ここが、まあ、実際に実行される部分なんですが、レジスター関数を呼び出しておりますね。でね、このコードをそのまま実行すると、こっちのね、オレンジの四角のマークのタブの中に、ここで定義した UI っていうのが作られるんですよ。でも今回はね、ちょっとこっちだとごちゃごちゃしちゃうので、こっち 3D ビュー上のこのパネルの方に、UI を作っていきたいので、まあ、そのための設定をしていきましょう。そうするにはね、まずこの BL スペースタイプっていうところ、ここをね、プロパティーズってなってるのを、View3D に置き換えます。ここ、間ね、アンダーバー入れてください。W と3の間ですね。アンダーバー入れて。で、その下の BL リージョンタイプ、こちらが、ウィンドウじゃなくて、UI、大文字で UI にしてください。で、最後のこれ、BL コンテキストはいらないわ。このままね、ちょっと実行してみましょう。はい、そうするとここ、タブが追加されましたね、一番下。これを選択してみましょう。そうすると、こんな感じで、ここで定義した UI が作られます。で、このタブのとこにちょっと名前つけましょうかね。それには、カテゴリーっていうのを新たに追加して、はい、BL カテゴリーイコール NGON ファインダーにしてみてください。これで実行してみましょう。はい、そうすると、このね、タブの名前がちゃんと NGON ファインダーになります。で、そうだな。まずここ。一番上、ハローワールドパネルって書かれてるところ、ここもちょっとね、書いておきましょうか。まあ、これも NGON ファインダー、ちょっとタブの名前と同じになっちゃうけど、これでいいや。これで実行してみます。はい。書き換わりましたね。で、ここいろいろ UI がね、複雑に出てるんですけれども、今回はね、もうボタン1個だけで、全然完結する機能なので、そんな風に書き換えてみたいと思います。で、ここだな。それにはこのドローの中身ですね。ドローの中身にこの実際の UI の中身っていうのが書かれてるので、これを削って削って、レイアウトまで削って、はい。このセルフから始まる、この一行ですね。これだけ、この状態に書き換えてみてください。で、これで実行してみましょう。はい、そうすると、ボタン1個だけになりました。で、ちょっとこのボタンを押してみます?はい。そうすると、こんな風にキューブが追加されます。まあ、これちょっと必要ないんで、コントロール Z で戻りますが、これボタンを押された時って、ここ、
このオペレーターって言うんですけれども、このオペレーター関数の中身の、まあ、命令が実行されるというか、まあそういう仕組みになってるんですが、この中身ってね、あらかじめもうブレンダー側にもう用意されたオペレーターになってるんですよね。で、ここをね、このオペレーターを、まあ、自分で作ったものに書き換えたいと、まあそういう作業になってくるんですが、ここオリジナルのオペレーターに置き換えられるように今から作っていきましょう。はい、じゃあまたテンプレートの中からオペレーターシンプルっていうのがあるので、これを選択してください。はい、そうするとこんな感じのコードになっております。ちょっとまあいろいろ長くて大変なんでね、使わない部分削っちゃいましょう。このクラスより上、いらないですと。で、レジスターとかアンレジスターとか、この実行する部分もね、これもまあ全部いらないですと。はい、で、これがオペレーター、自分で、作るオリジナルのオペレーターの元になるものなんですが、そうだな、今回まあこのポールっていうのはもうそのまんまいらないわ。これ全部丸ごと消してください。で、まあこういう状態にして、でここですね、メイン関数はさっき消しちゃったので、まあ仮にプリントとかっていうのに置き換えときましょうか。go to hell マイヤー、はい、こんな感じで、まあこれがね、自分で用意したオリジナルの一番簡単なオペレーターになります。はい、じゃあこれをこのまま全部コピーして、で、さっきのね、パネルの方に持っていきましょう。この UI が定義されたクラスのすぐ下のところですね、レジスターの上のところにペーストをするようにしましょう。あ、ごめん、このクラスとクラスの間は、まあ、2行空けた方がいいな。で、この、ね、レジスターの間もちょっともう 2行にしておきましょう。で、今ね、このシンプルオペレーターっていうクラスを外から持ってきたので、このレジスターとアンレジスターの方に加えてあげましょう。これをこのままコピーして、こっちもアンレジスターの方もこのままコピーして、で、シンプルオペレーターをコピーして、ここに置き換えますと。はい、この状態で、また実行ボタンを押して、確認して、その前に、そうだ、ここですね、ドローの中身、はい、オペレーターを、こっち、新しく、持ってきたものに置き換えますと。で、それにはね、このオペレーターの関数の中身ですね、引数、これをね、ここで、シンプルオペレーターの方で定義した、BLID ネームの方を、これに置き換えてください。はい、置き換えました。で、この状態で、実行して確認してみましょう。はい、実行ボタンを押したら、そうだな、ここ、ボタンのラベルが置き換わりましたね。ちょっとシンプルオブジェクトオペレーターになっちゃってるので、この文字列、シンプルオペレーターの中の、ここ、シンプルオブジェクトオペレーターっていうところになってますんで、これもう find に書き換えましょう。find って、N 号を見つけ出すための find ですね。この状態で実行します。そうすると、ここ、find っていう名前がつきます。で、これを、このボタンを押すと、このシンプルオペレーターのエグゼキュートの中身が実行されるはずです。ちょっと押してみましょう。はい。で、これ確認するには、トグルシステムコンソールで、コンソール画面を出してくださいと。はい。これがコンソールですね。で、確認してみると、はい。go to hell, Maya. はい、このエグゼキュートの中身に書いたプリントの文字列がそのまま出てきましたね。じゃあまあ仕上げにこのプリントのところね、前回書いた N 号を見つけ出すコードを、
そのままねコピーしていきましょうか。まあ、インポートのところは、まあ、そうか、B メッシュが多分インポートされてないので、これまずコピーして、まあ、パネルの方を開いて、一番トップのところにこう、コピーしますね。で、もう一回、前回のコードに移って、この下全部、コピーしますと。で、また、パネルの方に戻って、ここ、プリントのところね、これ丸ごと全部置き換えちゃいましょう。インデント、Python ではね、大事な部分なので全部揃えますと。よし、こうか。はい、これで、完成しました。というわけで、この状態でね、実行ボタンを一回ポチッと押して、で、実行してみましょうか。ファインドボタンを押します。おい、そうすると、こんな感じで N ゴンを選ぶことができましたね。はい、全然別の四角形が選択された状態であっても、ファインドボタンを押すと、はい、N ゴンのところに選択が当たりましたと。これで、今回は完成です。本当はね、テンプレートから持ってきたまま残ってるこのハローとかね、あとこのシンプルオンペレーターのシンプルとかね、まあ各所にね、まあハローだのシンプルだの残ってるので、これ全部なんかちゃんと適切な名前に置き換えるべきなんですけど、まあこれは解説するまでもないので、とりあえずまあここまでにしておきましょう。まあこれ全部一からね、自分で書けってなったら、まあそれなりに大変だと思うんですけれども、今回はね、テンプレートから引っ張ってきて、それを書き換えていく形で、進めていったので、まあ、割と楽にできたんじゃないかなと思います。で、次回はね、いよいよ、こちら、プリファレンスの画面からね、アドオンとして、設定できるようにコードを書いていきましょう。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。またねー。